冒頭株のご紹介をしていただきまして、ね、ちょっと恥ずかしいんだけども、まあ、そういうことでですね、私の発祥の地といいますか、最初に事業を始めたところ、生まれたところとですね、回ってきたわけであります。まあまあ、そういう意味では、その時代はちょうど戦時中でありましてですね、うちの親父が軍事工場として、船の打輪を作っていたわけですね。まあ、そういうことでですね、準軍事工場ということで、徴兵制をいくらかはですね、まあ、弱められるというか、徴兵が遅らせられるというかね、いうようなことで、たくさんの方がぜひ就職したいということで、まあ、当時100人近い従業員を使ってですね、そういう木工製作所を経営したわけであります。まあまあ、そういうことも聞きながらですね、まあ、将来ですね、俺は事業家になりたいという思いもあってですね、事業家になるにはまずは金融の勉強をしなきゃいけないなというようなこともあってですね、まあ、金融の勉強もですね、理論的にはやっぱり、慶応の慶応大学経済学部をですね、通信教育でですね、入りましてですね、勉強するという方からですね、実際の金融をということで信用金庫へ入ってですね、まあ、ただ信用金庫かといいますと、まあ、転勤によるですね、家から通えないところに行ったら、一家の主として、もうすでに私は親父が中学2年の時に亡くなってから、今日からは一家の主だよということでですね、家の会計も見ながら、いろいろ稼げることについてはいろいろトライしてですね、特にまあ、ご存じの方もいるとは思いますが、自転車預かり業はですね、非常に儲かってですね、1台15円で200台預かり3000円と、まあ、7日に3000円も稼げるようなですね、当時、まっとうな大人が1ヶ月働いてもですね、4、5000円ぐらいの月給しか当たらないときにですね、1日に3000円の収入があってですね、よかったなと思ってたら、地回りの役だからですね、路上に名を張って商売するのは、路上の権利を貸すなんて言われてですね、まあ、それを、まあ、私も生きていかないかんからということで跳ね返してですね、継続してそういうことをやり続けられたこともですね、まあ、ある意味では、親父がそういう親父であって、そういうことを言ってですね、うちのおふくろが言ってくれたことも自分の励みになっているのかなと思います。ですね、毎月座右の銘というのが出てまして、ちょうど今できましてですね、人間見た目が大事と、表現力は力ということが来月号の座右の銘として、まあ、なんせね、座右の銘なんて一生に傍らに置きながら参考に生きるというようなことですがですね、毎月座右の銘を作る人は多分私がいないんじゃないかということでですね、何百遍か作りましたがですね、中にはうまくいったのもあればうまくいかないのもあるんですね、まあ、今回はふわっと思い立ってこれを座右の銘にしたわけであります。まあ、今日はデヴィ夫人も出席いただきですね、まあ、ちょっとさっき見てびっくりしてたんですけど、長谷さんも来ていただきね、和田先生にも来ていただきですね、素晴らしい小児塾になるかと思います。まあ、早いもので、早この小児塾も東京では111回目となりましてですね、全国では302回目ということになります。まあ、延べにしたら約3万人近い人がですね、出席いただいてですね、まあ、10年近くですね、やってきましてですね、まあ、だいぶその間に世の中の保守化には貢献してきたのかなと思っています。まあ、引き続きまたこういう塾をですね、大阪と金沢と東海上とですね、3カ所を今後も続けていきたいと思っています。この辺については YouTube でですね、見られると思いますのでですね、過去のものも含めてですね、どういうことをどういう人がどういうことを講演されたかということを、まあ、勉強のためにですね、見られた方がいいのかなと思います。今日は大変たくさんの方もお越しとしてですね、素晴らしい会になっています。よろしくお願いいたします。以上です。